トニー・バートンはイングランドサリー出身のサッカー選手、サッカー指導者。1982年にはアストンビラ FC を UEFA チャンピオンズカップ優勝に導いた。サットンユナイテッド FC でのプレーを経て1954年5月からフラム FC でプロサッカー選手としてのキャリアを始めた。フラムでは49試合に出場し8ゴールを挙げた。 1959年12月にノッティンガム・フォレスト FC へ移籍したがここでは22試合に出場しわずか1ゴールしか上げられなかった。1961年12月、ポーツマス FC へ移籍して選手兼任コーチとなり1967年に現役を引退するまでにポーツマスで130試合に出場34ゴールを挙げた。 1980年、ローン・ソー・オンダース監督率いるアストンビラ FC のスタッフに加わり1981年にイングランド1部リーグ優勝に立ち会い、1982年2月、ソー・ンダース監督辞任後はチームの指揮を取った。決勝戦ではバイエル・ミューンヘンを破り UEFA チャンピオンズカップ制覇を成し遂げた。さらに同年の UEFA スーパーカップでも FC、 バルセロナを破ったがその後の国内リーグ戦は1983年には6位、1984年には10位に終わった。1984年7月、ノーサンプトンタウニ FC の監督に就任したが1985年4月、心臓発作を起こしチームを離れた。同年9月にサウサンプトン FC のコーチに就任、1988年5月まで務めた。 その後ぼを詰ます FC のコーチに就任。1991年2月からは暫定監督を務めた。1993年8月20日、心臓発作のため56歳で亡くなった。ありがとうございます。